はい、皆さんこんにちは、ワカルクリフィッシュです。今回はゲレンデアゴジオン独立戦争機ジオン軍編、難易度のハード続きをプレイしていきたいと思います。ここまでに地球侵攻作戦としてオデッサ、そして北米のキャリフォルニアとニューヨーク、ここを攻略しています。急速な地球侵攻作戦に伴ってですね、占領地域の反抗化が少し進んでしまったので、内政で占領地政策を行って調整を行いました。このあたりはね、引き続き継続していきたいと思っています。地球侵攻作戦なんですが、続きとしてですね、3つ提案が入っています。北京、マドラス、キリマンジャロとあるんですが、まずはですね、比較的連邦の防御が手薄なマドラス、ここの攻略を進めていきたいと思っています。でここに投入する部隊なんですけども、オデッサからマドラスまで移動させて攻略させようと思ってます。ここは陸路あるいは、航空ルートになると思うんですけども、残念ながらね、航空ルートを使うには輸送機の数が揃っていないので、ニューヨークを攻略したギャロップですね、これをオデッサに運んで、オデッサからマドラスへ進行するのに使いたいと思います。では軍の再編を行いつつ、マドラス攻略作戦の準備を進めていきます。ではマドラスの調査が十分にできていない状態ですが、オデッサの部隊の再編が済みましたので、マドラスに進軍させる部隊をご紹介したいと思います。第8軍の有利の部隊、これを使います。でここにはですね、ドズルが使っていたギャロップ4両、これをまず引き抜きました。ギャロップですね、これが4両、それに突貫で生産を行ったファットアンクル、これを2機用意できました。あとはマドラスという、まあ、土地の性格上ですね、水中溶削、これもなんとかね、5ユニットほど生産できましたので用意します。その他は陸戦のザクを中心に攻め込んでいきたいというふうに思っています。では早速作戦を発動しましょう。攻略作戦からマドラス基地攻略作戦の開始です。進行ルートはオデッサから唯一残された陸路のルート。これを使いましょう。であとは偵察支援と補給支援とタイプ支援入れておきます。作戦期間は10ターンで十分だと思います。了解しました。では早速今ご紹介した有利の部隊ですね、これを進軍させます。移動でアドラス3ターン後に到着できますね。ではマドラス基地攻略作戦を始めていきたいと思います。ではマドラス基地に派遣していた有利の部隊が到着したようなので、攻略作戦を開始していきたいと思います。でここはまずは偵察と補給を入れて、あとはそうですね、吸収を発動させて戦闘に入りましょう。攻略戦を開始します。まずは敵の数ですが52、味方が24なので、まあ倍以上の敵戦力ということが言えると思います。なかなか苦戦しそうですね。あとは敵の陣容ですね、どういうユニットが配置されているかっていうのを俯瞰的に見ていきましょう。これ見ると爆撃機、あとは、どうだろう。ミデア輸送機と61の戦車だと思うので、まあそんなに強くはないかなという印象はあるんですが、こっちドップがあまり数用意できていないと思うので、敵の爆撃機には要注意ですかね。はい。ではまず、拠点を占領しにかかりましょう。
はい、では敵の航空隊が迎撃に出てきましたので、これをさばいていきましょう。偵察型のザクを連れてきているので偵察で索敵を行って確実に敵を落とせるようにしていきたいと思います。あとはライデンのザクもね、索敵能力がついていますので、このあたりもうまく使っていきたいと思います。では本格的な交戦状態に入りました。まあなんとかこの苦境を乗り切っていきたいと思うんですが、敵がやっぱりね倍近い数いたというのもあって、ちょっと苦戦をしているという状況ですね。これで1ターン目終了ですね。まあ、デブロック、大型爆撃機ですね。これがちょっと数が多くて苦戦をしているという状態です。作戦参謀本部から対戦ミサイル部隊の設立が。では、2ターン目に入っていきましょう。では、2ターン目に入りました。いやー、敵のデブロック爆撃機ですね。これがなかなか強くてですね。ドップの数が揃えられなかったので、モビルスーツで、このデブロックの相手をしてるんですけども、結構削られてしまってますね。できるだけザクキャノンなんかを使って長距離で攻撃して、このデブロックは排除していきたいと思います。はい、3ターン目に入りました。このターンで決めないと、もしかすると北京から連邦の増援が来てしまうかもしれないので、なんとかこの3ターン目でマドラスの基地、すべての攻略をね、完了したいなというふうに思っています。はい、これですべて撃破完了ですね。かなり損害は抑えられたと思います。ペニンからの連邦軍増援が来る前にね、このマドラスを叩けたのが、損害を抑えられた一番の要因かなと思います。では、この後は続いて北京の攻略戦ですね。これを発動していきたいと思います。地球侵攻作戦の初期目的である資源の確保はほぼ達成した。今後も予定通り侵攻作戦を継続していく。だが兄貴、戦いを長引かせるのは良くない。兵たちの中には宇宙に帰りたがっている者も出始めている。今ならまだ兵士たちの士気も高い。先にジャブローを攻めた方が良いのではないか。勢いだけでは戦争には勝てんよ。しかし連邦のモビルスーツ開発に関する情報も入っています。ことは慎重に運ぶべきかと。 V 作戦と呼んでおるのか。はい。連邦のモビルスーツなど私が倒してご覧に入れますよ。頼もしいな。しかしお前は未来のジオンを背負って立つ身、軽率な真似だけはしてくれるなよ。相変わらずですね父上。私もジオン軍人の端くれ、親の七光で出世したなどと言われたくはありません。それなりの働きはさせてもらいます。V 作戦か。
はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。